cara. ハートのドーナツもあります。頼んでみたのはこれになります。ドラゴンフルーツ&パッションフルーツスムージーです。入ってるのはドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、よもぎに半玉、半玉蜂蜜、半玉、半玉は何でしょうか。半玉って何。はい、半玉の正体が分かりました。この薬草が半玉というそうです。天ぷらにしても美味しそうです。じゃーん、スムージーができました。上にパッションフルーツのつぶつぶも乗ってます。すごい色ですよ。栄養満点のスムージーを飲んで明日のマラソンにつなげたいと思います。すごいさっぱり、よもぎ、よもぎの味がふわっと美味しい。このつぶつぶが飲めたら甘酸っぱい。はい、今日のランチはここです。レストランフォレストさんで食べたいと思います。プライベートビーチみたい。うわぁ、ホテルになってるんやな。はい、今日頼んだのはこちらです。はい、和風ステーキ単品頼みました。それと今日は節分ということで恵方巻きの方をサービスしていただいてます。これで鶏飯を作りたいと思います。どれだけかけるのかな。2杯ぐらい。ではいただきます。お茶漬け、すごく美味しい。これはね、食べ過ぎるね。うん、美味しい。これご飯と食べたい。ご飯と食べます食べたいと思います。きっとあっち海を眺めながら食べたいと思います。カツです。あ、先に食べればよかったかな。
紫芋アイスとマンゴーパンナッコタとパッションフルーツのチョコレートケーキになってます。紫芋アイスを食べます。あ、柔らかい、ね、さっぱりしてるけどお芋の味、焼き芋の味でもさっぱり。マンゴーパンナコッタ、マンゴーフレッシュ、おしゃれな味です。ごちそうさまでした。奄美に来て最初の食事になりました。満喫中です。今からハートロックを見に行きたいと思います。寒い、この中で入ってポチャンって遊んだら楽しいかもしれません。